藤田ニコルさんや岡田結実さんらが所属するオスカープロモーションの晴れ着の撮影会が行われ、美女たちが大集合。黒地に華やかな柄が印象的な晴れ着姿のニコルさん、今年は飛躍の1年になったそうで。2019年は、まあ、バラエティもモデルもプロデュースの方も頑張りつつ、裏でこそこそいろんなことをやっていて、2020年にたくさん新しい報告ができそうなので。色とりどりの花が散りばめられた振袖を着た中学3年生の本田美優さんは、来年の目標について。2020年は JK に終わるのでやっぱり高校生で義務教育も終わるので、ちゃんと自己管理をして頑張らないといけないですし、大人になるための道を作っていけたらいいなと思っています。赤字の艶やかな晴れ着姿の岡田結実さんは、来年新成人に。2020年は大人になるのではっちゃけたいなと思います。ありがとうございます。十分はっちゃけてない。